さんこんにちは、しおです。よろしくお願いします。ってことで、タイトルサムネにもある通りですね、本日は、まあ、今日から実装されましたガチャリトラカードを、実際にどういうものなのかなっていうのをね、見つつ引いていこうかなと思います。はい、こちらでございますと、この左側にね、いわゆるモン玉があったところにこのカードのマークがついてるんですよね。で、この下の今もう全部マックスになっちゃってるんで、あの防線になってるんですけど、ここに次のレベルまでの、ポイントが書かれてますと。はい、でどういうシステムかっていうのを先に紹介しておきます。150ポイントを貯めるごとに、カードが1枚めくれる権利がもらえますと。モンパス会員の方はもともと2枚まくれる状態から、始まりまして、追加で10枚めくれるって感じですね。で、モントの会員じゃない人は0枚めくりのとこから始まって、そこから10枚めくれるって感じ。そこで2枚差が出るのかな。はい、で150ポイント貯めるごとに、1枚めくる権利がもらえるよっていうシステムになっております。じゃあこのポイントっていうのはどういう風に貯めるのかっていうと、ログインでモンパス会員じゃない人は10ポイント、モンパス会員の人は20ポイントをまずもらえます。これが貯める方法の1つ目で、2つ目の方法がクエストをプレイ。これは会員であろうが会員じゃなかろうが関係ないです。何のクエストでも OK。 1回プレイしてクリアすることに、10ポイント、ポイントをもらうことができますよっていうことですね。はい、でこれがモンタマの時はさ、上限があったじゃないですか。じゃなくて、これが始まって終わるまでの間、何日目にやったとしても無制限だから、初日でこの150ポイントを何回も何回も繰り返して、10セット分かな、貯めることに成功できれば、1日目で全部を引くことができるっていうのもあるってことですね。現にまあ今日僕初日なんですけど、もうすでに貯め切っちゃいましたって感じですね。で、3つ目の手段としては、このポイントミッションになるものが、この右側にミッションとして出てくるんですね。で、このミッション自体が多分固定にはなると思うんですけど、何かのクエストを5回クリアするっていうので、ポイントが100ポイントだったかな、100ポイントですね、クエストを5回クリアすると100ポイント獲得できますっていう感じですね。だからこれがまあ毎日1クエスト10ポイントっていう効率の悪いね、あのポイント稼ぎではなくて、5クエストクリアすると100ポイントもらえるよっていうミッションが別で添えられているので、まあ、より貯めやすくなってるってことですね。ただこのミッションに関しては、5クエスト10クエスト15クエストってやってればどんどんもらえるんじゃなくて、3日に1回このミッションを使うことができるって感じだね。はい、だからまあ最効率としては3日以内にまあその105クエストやって100ポイントもらって、じゃあ1回置いとこうみたいな感じで毎日そんぐらいコンスタントにやってでも貯めれるって感じだね。はい、でもね、やった感じね、神殿だけでやったんですけど、僕5時間ぐらいかな、神殿だけでやると4時間から5時間ぐらいでもうマックスになっちゃったんで、もう速攻貯まると思うわ。はい、ってことで12枚マックス貯めてきました。俺肝心のカードめくりに行ってみようかなと思います。じゃあ先にね、何が欲しいかだけ話しとこうか、まとめといたんで。はい、まあ12種類ガチャ券が出るので幅広く選ぶことができるかなと思ってるんですよね。なのでこの辺を把握しときたい。ラックが高くて、まあ初めて出るっていうのはね、もう最高に、嬉しいんですけど、それ以上にやっぱラックが高いところの運極を狙うっていうのもね、一つの、引き方かなと思いますので、まあアトス、アラミス、ポルトスとかかな、うん、まあこの三重姿勢と、あと水かな、水が結構やっぱ全体的に高いんで、そこを伸ばしていきたいかなって感じで、この辺にいるメンツは出たら結構優先的に引きたい。はい、で限定はアムリカだったら引きますけど、カノンだったら多分スルーすると思います。ラック高い方行くんじゃないかなと思います。一番の狙いは初芸ブーゲンビリア。おい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 、これ絶対おもろいやん。で俺全体的にラック水が高いし、アムリカが出る可能性もあるので水は引く。で各属性がね、何の属性出ますよみたいなところは5枚だけね先に教えてくれてるらしいので、そこに欲しい属性がなかったらそれ別に引かなくてもいいってことだね。はい、でカードは全部で30枚、こっから12枚。12枚ってすげえな。いやー、まあ水からいこっか。水いくわ、いきます。うわー、全然だ。ラック別に高くねえしってとこ出たな。まあで一応カノン欲しかったら、一応キーいったらあれだよね、多分5分の1にはもう絞られてますから属性がね。そっからカロンの抽選で当たるか当たらないかとかになるのかな。どこで抽選してるのかな。めくるたびに抽選してそうですけどね。このカードが配られる時点で抽選されてる可能性もありますけど、そしたら限定引いたらどっかに限定いるかもしんないからね。やばいよねこれね。俺結構バラバラに引いていくタイプなんで、でカードはいかない、カードは引きがちなんで。楽高いとこブーゲンビリア、あーいらない。メルクリス、いやー結構新しめのとこが出ちゃってるな。角行くとね、ちょっとね、まあ安易ですよね。もうそのやっぱ運営の罠にはまってる感じがするんで、角は行かない。ここ。いや、まだ大丈夫、10回引けるから。
おーおー、はい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 、サタン、サタンアルファ共に運極なので、もはや引いてないに等しい。これクソ面白いな、これクソ面白いぞ。じゃあちょっとね、隣こい。あー、ラック高くねえとこばっかやな。ランマル微妙だな。まあ今のところ、いやー、いらんな、ランマルかな。ちょっとこの角攻めしよっか、そのマカドじゃなくて。やばい、ちょっと待って、もう5枚引いたんだろ、あと7回しか引けないんだろ。中央組埋めてくわ、こい。うわー、やべえ、マジでやべえ、やべえ、ラック高くねえとかばっかだ。古いキャラ欲しいな。どうしよう、ここ、まあ、本来一気にめくれるんですけどね。いや、マジで、マジで頼む、なんか欲しいっすよね。なんか身のあるキャラが欲しいっすね、一体は。頼む。うわー、もう運極だな。運極で、まあ、ランスロット自体がまあ2体しかいないのかな。1体かな、下手したらね。なんで、まあ、あ、違うわ。俺、チャランスロットの方持ってるから、いらないわ。いやー、そうだね。ラックが低いところか、もう運極になってるやつしか出てないね、今んとこ。あと4枚え、ちょっとブーゲンビリアくんねえかな。ブーゲンビリアとかキャラ最高なんだけど。マジでトパーズか、これ。やべえ。やべえ。いやー、ちょっと、角アンチだったけど、角いくか。来い！なりしん、いや、マジで新しいな。え、もう2枚しか引けないの？もう全部いらんのだけど。ちょっと待って。やべえ。やべえ、ラック高いやついいね。どうしよう。まあ、リシンとか持ってても2体だった気がするから、今のところリシンかな、取るの。ギャラホーも結局結構引いたからな。メルクリア3体ぐらいいるし。いや、ここでブーゲンビリアです。ブーゲンビリア、ブーゲンビリア、ブーゲンビリア、なん、うわ、マジ、ほつげよ。え、ここで中、え、これこのタイミングでカモタレあったの天才じゃねえか。いや、こいつブーゲンビリアと同じぐらいワンチャン天魔にあるかなと思ってたんで、え、もう確定です、これはもう中富。え、ありがてえ、ありがたすぎる。ほ、あ、ここで出るんだラック。じゃあ見る必要なかったね。あ、やっぱラック高いとかないよね。ランバルがちょっと高いかぐらいだもんね。え、こんなんもうこれよ。いや、嬉しい。いや、このシステムいいぞマジで。これさらっと発言するだろ、よほどガチャ引いてない限り。え、変数とかない。え、めっちゃ嬉しい、助かる。うわ、超助かる。マジであったから。うわ、これマジハマったら、え、これ天魔前にやっといた方がいいわ。天魔前にやって、怪しいところが引けたらそいつ交換しといた方がいい気がする。あ、逆か。天魔でこいつが欲しいってなった時にもうそれをピンポイントで引いた方がいいのか。そっか、じゃあもうポイント自体は貯めておいて天魔待った方がいいね。それが一番最適解か。え、これ中富、え、でかくねこれ。いや、こいつはマジであり得るよ。いや、マジ助かるわ。ここいけたの超でかい。最近の新ガチャでも結構プンプンしてた方ですからね。いや、ありがてえ。はい、ということで、ガチャリドラカード、今回からね、モンタマが消え去りまして、実装されましたけれども、いや、モンタマに比べたら、もうやってる最中の楽しみもありますし、はるかにいいな。いや、これ嬉しいわ。はい、ってことで、皆さんもね、まだ初日なんで、まだ引いてる人少ないかもしれないんですけど、もし、なんか出た、だったりとかね、あったりしたら、コメント欄とかで、ね、書いてっていただけると嬉しいです。ということで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。